ラファイエット軍はアメリカ合衆国ルイジアナ州の南部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は22万1578人であり、2000年の19万503人から16.3%増加した。軍庁所在地はラファイエット市であり、同軍で人口最大の町でもある。ラファイエット軍はラファイエット大都市圏に属し、 またラファイエットをペルーサスモーガンシティ広域都市圏を構成している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は270平方マイルであり、このうち陸地270平方マイル、水域は0平方マイルで、水域率は0.17%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 1970年代以前のラファイエット軍は大統領選挙で民主党候補を支持することが多かったが近年は共和党支持に傾いてきた1992年から2000年の選挙では共和党候補を支持しその支持率が上昇していた2004年の場合共和党のジョージ・ W ・ブッシュが総投票数の 64%57,732 票を 獲得し、対する民主党のジョン・ケリーは三十五パーセント三万千二百十票だった。二千八年では共和党のジョン・マケインに六十五パーセント六万二千五十五を投じ、対する民主党のバラク・オバマは三三十四パーセント万二千百四十五票だった。ラファイエット軍ずっと指名の後の数字は二千十年国勢調査での人口を示す。チリ ありがとうございます。